本日は、ワイキキビーチコーマーというカクテルを作りたいと思います。こちらのカクテルは、ショートカクテルになります。で、まあ夏場、まあ今夏場なので、とてもまあふさわしいネーミングのカクテルかなと思ってちょっと作ってみようかと思ったんですが、で、ただちょっとまあ強めではありますね。はい。強めのカクテルになってます。はい。まあ味わい的にはまあ、あ、材料はそうですね。材料は3種類使います。で、ショートカクテルになります。ワイキキビーチコーマー。で、ジン、ホワイトキュラソーとパインジュース。で、3種類の材料が1対1対1。全部同量入ります。なので、まあ、その、副材料として、お酒以外ですね。アルコールを含む飲料以外では、パインジュースしか入らないので、まあ、ちょっとあれですね。アルコールが高めになってますね。はい。高め、まあ、まあ、ショートカクテルなので、ショートカクテル自体は基本的にはアルコールが高め、強めが多いんですが、まあ、はい、すいません。まあ、このホワイトキュラソー、まあ、オレンジの柿のリキュールが、こちらまあ、コアントローを使ってるんですが、こちらはちょっとアルコールが高いんですよね。アルコールが40%ですか。40% 入ってるので、で、ジンも40、まあ、ゴードンジン40ですね。で、パインジュースと。なるので、まあ、弱くはないんですよね。まあ、お酒強い方には特になんともないと思いますし、とても美味しいですね。パインジュースの、まあ、甘み、ちょっとした酸味と、まあ、コアントローも甘、ちょっと甘いですね。甘め。で、まあ、ジン。ジンは、まあ、キリッとしてますけど。はい、で、まあ、スッキリした味わいの中に、まあ、パインジュースの果実感。はい。フルーティーさですね。フルーティーさと、まあ、このオレンジキュラソーの、あ、すいません。ホワイトキュラソーですね。ごめんなさい。すいません。の、まあ、ちょっと甘みと、ほんの少しのこのオレンジのなんていうんですかね、果実感まではいかないんですが、はい、オレンジの香りと、はい、柑橘系の香りですね、混ざった、まあ強い、うん、そうですね、ある程度強いんですが、美味しいカクテルになってます。はい、でシェイクします。でシェイクするのでベースのジンと、カクテルグラスを冷やしたいと思います。で本日は、ゴードンジンですね。ベースのジンはゴードンジンを使います。でグラスを、氷で冷やしていきます。で、まあ軽くステアして、グラスを冷やしてあげます。まあこんな感じですね。ある程度冷えたと思ったら、まあ放置しておいて、さらに冷やすという感じですね。で、
チェックを出します。で、今回は、総量90ミリですね。90ミリで作りたいと思います。なので、ジン30、ホワイトキュラソー30、パインジュース30で作っていきます。ジンが30ミリ。そして、コアントロですね。ホワイトキュラソー。ホワイトキュラソーも30ミリ。そして次、パインジュースですね。で、パインジュースも30ミリ入れました。で、すべての材料が、シェイカーに入りましたので、グラスを冷やしていた氷をシェイカーに入れました。で、グラスを冷やしていた氷ですね。この氷が溶けてしまった水分は捨てておきます。で、シェイキングします。こちらで完成ですね。ワイキキビーチコーマーでした。アルコール的にはちょっと強めですが、ですが、このパインジュースが入ってるので、飲みやすくなってますし、なんていうんですかね、カクテルらしいカクテルといえば、このショートカクテルといえば、ちょっとカクテルではありますね。なんかこう、なんて言うんですよね。私としてはこの超アルコールが強いカクテル、なんて言うんですか、このガツンとくるというか、カクテル飲んだという気がするんですよね。はい。まあ、自分もそんなにお酒は強くない。アルコールには強くはないんですが、まあ、飲みたい、こう、美味しくて、こうフルーティーで、なおかつ美味しいカクテル。まあ、そしてアルコールも感じれるカクテルを飲むという気分の時ももちろんありますので、こうガツンとくるようなパンチですか？アルコールのパンチが欲しい時も、で、なおかつ美味しいと。パインジュースが入っているので、なおかつフルーティーさも感じれると。で、とても美味しいカクテルだと思います。はい。すいません。はい。そんな感じですが、本日のワイキキビーチコーマー、こちらのカクテルレシピも動画の最後に載せたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。